じゃないじゃないですか。つけたもんが全部死ぬ。はいどうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、東海オンエアさんのお部屋に来ております。よっやだ俺が緊張するんだけど、なんだこれ、はい、なんだ。じゃあこれから動画でね、僕を紹介してくださった哲也さんと虫眼鏡さんに、これからコーヒーを入れたいと思います。あら、いいんですか、はい、そんないいんですか。はい、コーヒーでお礼をしたいと思います。美味しいコーヒーっていうのが分かんないから、それを教えてほしいんですよ、うん、そうだね、一番上を知れば下が分かる。そうそうそう、うんうん、頑張ります。ケンちゃんのコーヒーがいかにまずいかを分かる俺のコーヒーだと、うん、普通の豆と酸化した豆でも分かんないんですよ、差が。この人は、うんうんうん、もしかしたらお前も同じだったからね。まずはじゃねえじゃん、お前だよ。俺らはそのレベルだと分かんないけど、うん、このレベルの人が入れたら一体どうなるのまあ、本物で触れることが大切だから、うん、あんまりハードル上げずに形から入るわ見て、このなんかカーラーみたいな、おばちゃんがパーマかけるやつみたいなつけてる絶対クルクルですよ、取ったら大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。逆にね、なんかドッキリ、こんな綺麗な逆に参考書のあれだと、もしかしたらドッキリかもしれないからね。確かにこれウサギのフンコだもん。全部ウンコ。いやいやいや、グアテマラウサギのウンコ。いやいや、高い豆ですから何がいいですか。どれが一番高いやつでしたっけ。これが一番高いやつ、カジホンの。はい、スタバだと2000円の豆です。スタバと何。スタバだと2000円の豆。スタバだと普通の一杯だと一杯が2000円。やばやばいよね。これがパナマの芸者っていう豆で、前に動画も作ったんですけど、この豆一つでもう動画できちゃう。すごいね、絶対売っちゃうの。味の豆じゃないけど、エチオピアがすっきり浅入り、ガテマラが深入りしっかりめ、カジホン農園がフルーティー。あー、フルーティー欲しい。コーヒーでフルーティーでさっぱり、うん、ザコーヒーっていう。ザコーヒー、ザコーヒーっていうとこれかな、やっぱり。じゃあガテマラで。ガテマラで、はい、ね、はい、かしこまりました。これも100度とかお湯結構だいぶ沸いてます。でも何度ぐらいか触っていただきましょう。絶対今熱っ、2つも顔を出すなと言うたよ。今日はガテマラを24g、24g 測って、見えるんですか？見えないですよね。穴開いてないですよ。いきます。おお、行こう。いや、いや、めっちゃいい匂いする。うわ、全然違う気がするんだけど。さすがにこれもう美味しくない？もう一番ね。だよね。これからガスが抜けきらないうちに急いでやります。ガスが抜けきれない、ガスが出るんですか。炭酸ガスが入ってるんですよ、豆の中には。その炭酸ガスって膨らむんですけど、うん、それが粉に引いちゃうとすぐ抜けちゃうんで、引いたらもうすぐにやります。ドリッパーにセットして。89でしたっけ、これ。そうですね、大体今入れてるのは あなたよ。あ、うわ、こうして温度をちょっと保していくわけです。はい、ちょうどこれ一番温まるし。おー、考えられてるな、この人ほい、ここ一瞬なんだよ。じゃあやっていきましょうとかじゃなくて、もうバッて。いや、普段多分やると思うんですけど、緊張してるからもう。はい、入れてきます。はい、なぜちょうど89がいいんですか。まあ、いろいろ入れてみて、自分で試してみて、この温度がいいかなっていう。自分なりなんだ、はい、そんなこと言うとかって感じですね。うわ、生だよ、生よ、ここ。このドーム、ドーム、皆さんはちょっと別の動画でね、はい、今俺らの独り占めなんで、はい、この辺貼っとくんで、はい。うわー、ドームよ。ティファール製のやつとお湯がドバッてちゃってね、ギチャッ。最初はね、ちょこっとだけ入れて、今ちょっと練習中のやり方で入れます。ほうほうほう、あの周りがなんかザーッてやつ。あ、そう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 、まだ落ちてこないんだ。うん、本当ですね。出てると違って蒸らしてやるに鼻とじってしまう。これもこちらに貼って、はい、まだ貼っときますので、はい、フレンチプレスの動画もね。あ、一滴、お、あ、気がしましたね。来たぞ来たぞ。もうちょっと蒸らしてもよかったけど、ちょっと蒸らす、蒸らす、あ、蒸らす、蒸らす、はい。よく考えたらこれカズマックさんの動画だから、なんか面白いこと別に言わなくていいんだ。すごい気張っちゃってるよね。爪痕残さなきゃっていう、ここすごいよ。あ、私胸筋が、皆さん見たことありますか、カズマックさんの胸筋が。すごいよ。あ、どうぞ、お気に入りください。すごいよ。あ、ほんとすごい、ここ全然違う。背筋もしっかりしない。ここから生まれるんだな、このいいドリップって。腹斜筋まで。ああ、崩れちゃったけど、映ってないから大丈夫。うわぁ、匂いがすごいな。私のお気に入りのカップ、あ、沢くんのカップを用意したけど、
珍しく言ってたらよう動くな。そろそろいいかな。ザワくんに僕っぽいの買ってきてって言われて買ってきたザワくんの特製のガンマルカップ。こんなにラブリーな存在だとは言ったらこんなに面白いなんて。はい、ちょうどコーヒーもはい、いい感じにできたんで。お、出来上がりましたか。やりました。はい、とりあえず OK かな。汚い、絵面だな、やっぱり。なんか汚いな、なんだ、ティファールがやっぱりね、カズマックさんどこに合わないんだよな。おー、すごい。もうすり鉢ドーナツみたいな。すり鉢ドーナツ、うん、聞いたことある。はい、こんな感じ、すり鉢。はい、それではコーヒーが抽出できましたので、はい、はい、はい、お二人に飲んでいただきます。いただきます。はい、それでは、はい、はい、ではブラックでね、いただきたいと思います。いただきます。あー、もう香りがコーヒーだ。なかなかに苦い豆ですね、これは。あ、そうですね、結構深いなんで。深いはこの、この苦さ。なんかでも、てっちゃんのコーヒーと違ってこう苦味が残るんで、シュッて。うん、確かに、うん、俺の尾を引く苦味がね。うん、こんな感じですね。おー、うん、なんか、今まではなんか、あー、苦ってやつだったのに、こう、うん、苦いぞっていう味がしますか。飲めるかもしれない。そう、なんか苦いのに飲めるっていう。俺なら飲めるかもしれない。なんか上から飲めるっていうのが、いや、普段飲めないっていう程度。苦いのに飲めるっていう、この自分の中の革命が起きている。これまさに旨味の極まれり。カツでいいです。いや、使わせていただきます。引っ張られた。がっつり使いますよ。じゃあ苦いの入れたんで、はいはいはい、じゃあちょっと今度は軽いの入れますか。お、あっさりの、すごい、多分これは全然違う。じゃあこの高い方。あら、はい、カリフォン農園。カリフォン農園、はい、サナマケイシャオ。日本小判とはまさに考えてザ・ブダン真珠馬の耳に天仏四面ソカ箱入り娘。ちょっとでいいっすか。2回来てもいいから。おー、ブルーティーすごっ。はい、じゃあ2杯目いきます。今度はちょっとお湯の温度を控えめで87、8度で入れます。控えめで1度しか飲まない。すごい、ここのこだわりで。ここ控えめが1度だ。そうだ、ケイちゃんのね、50度の風呂でも54度の風呂でも変わってすべてを熱湯と言えば済むと思ってない。コーヒー豆とお豆三四郎のどっちかしかこの世に残らないって言われたらどっちが残しますか。お豆三四郎がわかんないっす。好きだな、こういうところ。こういうところがいいところなんだよ、やっぱり。何の顔それ。お豆三四郎ってなんすか。いや、全然なんか全然知らなくて大丈夫。変なキャラクターみたいなやつ。いや、調べなさればいいです。これはもう最初蒸らしたら結構早めに落としちゃいます。うん、それはなんかどういう差で。うん、やっぱり濃いのは、うん、深入りの苦いのは濃くしっかり出して、ああ軽めのは浅入りは、まあ、さっと落としてさっぱりめに仕上げるという感じで。違うな、やっぱり。で、味的にはやっぱこのなんか今使ってるこれとすり鉢ドーナツ、そう、すり鉢ドーナツのやつと、はい、フレンチオイルボディだったらどっちが何が違いがあるんですかね。これとペーパーとペーパーとペーパーとフレンチプレス。あ、そうそうそう。フレンチプレスはやっぱり紙のフィルター通してないんで、金属なんで、油分がカフェオイルがしっかり出るので、コクのある、あ、コクなの、はい、結構しっかりしたコーヒーが飲めますね。それがちょっと俺ら的には悪く出ちゃったかなっていう。そうですね、粉多くて、お湯が少なくて、もともと濃いのもさらに濃くなった感じですね。ボロッソですね。これを通すと、その油分が、そうですね、油分がカットされて、うん、結構さっぱりの、誰でも飲める感じのコーヒーになります。なるほど、なるほど。色もね、あ、ほっつなりました。薄い、ほんとだ。いただきます。はい、一応、あれ、あ、フルーティーよ。ちょっとなんか味噌みたいな匂いしますね、これ。赤味噌みたいな匂い。大豆なんだ。味噌汁ですか、これ。まあ、ほうば味噌みたいな匂いがする。あー、フルーティーだ。かん、まあ、フルーティーという言葉しか出てこないけど。まあ、こればかりはちょっと顔のリアクションというか、はい、ハスに構えて。どう。でもちょっと違う匂いのするコーヒー。もうこいつ、すみません、こいつを連れてきたこと本当に謝ります。はい、ちょっと大丈夫していいですか。あ、2000円か。うん、あ、そうそう、これちゃんとできてますね、これ。できてます、できてます。これだよ、これが、これがスペシャルティーコーヒーで。はい、でもここでなんか知った風な口を聞くことの方が失礼だと思ったんだもん。あ、でもこれとこれで比べると全然違う。うんうんうん。いや、本当にお味噌でしました、ありがとうございます。いえいえ。
こちらこそありがとうございました。はい、コーヒーのね違いって本当に本当今回微妙なんで、こんなもんです。慣れるとこれがもう、本当に全然違う感じてきますね。まあそんなところですかね。はい、何の動画だったんだろう。わかんない、もうわかんない、本当にコーヒー好きで見てる視聴者さんからしたらすごいなんか、うん、誰なんだろう、誰なんだろう、しかもわかんないみたいになる。そこはタイトルとあのサムネでカバーします。まあ、素人がねコーヒーを飲んで差がわかるかどうかみたいな、結局わかんなかったってことですね。まあ、これとこれ違うね、分かったけど、てっちゃんの入れたコーヒーとなんか飲みくらいで、確かに この苦い方だったらもしかしたらね、なんか伊沢くんだったらどっちかわかんないかもしれないから。いや、ちょっと、これ被ってもらう感じ。え、じゃあ、どうぞ。僕ですか。はい、これ、はぁ、話しよう。ちょっとね、愛ですね。はい、というわけで、以上、今日のカズマックスコーヒーチャンネルでした。じゃあの、じゃあね、じゃあ違う、なんだっけ。いつもなんて言ったっけ。バイバイ。じゃあねか。あ、自己紹介してね、俺ら。